こんばんは、皆さん、こんばんは、まいです。明日11月13日夕方の18時28分にさそり座での新月を迎えます。明日からの2週間の過ごし方お伝えしていきます。よろしくお願いします。はい、新月というのはですね、いつも何かの種をまくタイミングであり、何か新しいことを始めたり、新しい何かを自分のライフの中に取り入れるっていうタイミングになっていくんですね。で、今回の新月っていうのはゴハウスっていう部屋で、起こる新月になっています。ゴハウスっていうのはもともと獅子座のねホームグラウンドであり、自分のこうハートを輝かせながら生きていくっていう、そういうエネルギーが強い、その部屋で起こる新月になっているので、今回の新月からの2週間というのはとてもですねクリエイティブなエネルギーに満ちています。そしてそこに、来ている星座っていうのがサソリ座なんですね。サソリ座っていうのは、ただの変化ではなく変容っていう形でですね、蝶々のさなぎがですね、もうあのさなぎの中って本当に一回ドロドロになって、何もかもこう溶け合って溶かし込んで、そして新しいこう自分の形態を作って、そして時期が来たらその殻を破って、蝶となって羽ばたいていくって、変容というのはそれぐらいの変化のことなんですね。なのでほんのちょっと部分的に何かを変えるとか、あの少し変わったとかではなくって、本当に大きく一旦壊して、そして新しく作っていく、変わっていくっていう、それが変容の、意味になっていくんですが、サソリ座エリアで起こる新月なので、とてもこの変容っていうね、キーワードが大きいメッセージになっていきます。はい。で、今回の運とチャンスの入り口って言われているですね、東の空アセンダントっていうところが双子座なんですね。で、双子座の支配星っていうのを追っかけていくと、まあ、6ハウスにいて、水星がね6ハウスにいるんですけど、それがどういうことかっていうと、まあ、私が感じたことなんですけども、まあ、アセンダントが23度なので、まあ、22度なので、プラス1度で23度でサビアンシンボルっていうのを読んでいくと、まあやっぱり、今回の2週間の間でやっぱり身辺整理とかですね、何か片付けとか整理整頓とかですね、そういったことを具体的にこう自分の、生活空間の中でやっていく、職場で行っていくことによって、何かこう頭の中でいつもこうごちゃごちゃして自分の頭の中でだけでおしゃべりしているようなチャットがこうまとまって、何かこうストンとこう腑に落ちるみたいなことが起きやすくなってくるですね、っていう風に感じました。やっぱり本当に物質的に片付けとか整理とかすると、思考も自分の頭の中のおしゃべりっていうのもなんかこう理路整然と整ってって片付けられていくっていうことが起きてくるんですね。なのでそういうことをすると、まあ、一つ開運アクションですけども、いいかなと思います。で、まあ、第三思考の提案っていうんですけども、いるもの、いらないものだけじゃなくって、いるかもしれないっていう風に、いる、いらない、いるかもしれないって、この3つに振り分けてみる。自分の大切にしたい価値観もそうだし、大切にしたいものもそうだし、自分の暮らしの中にいるもの、いらないもの、いるかもしれないものみたいな感じでちょっとこう振り分けてみる。そうすると、なんかこう、いる、いらないっていう白黒だけでは、収まりきれない、ものっていうのが、いるかもしれないっていうものがあることによって、一つクッションがあるわけですよね。なので、そうすると、こう、すごく、安心感にもなるから、そういう感じで、何かこう、三つ、のこの思考提案っていうのをしてみるといいかなと思います。で、水星っていうのは情報なんですけども、伊手座のところに6ハウス伊手座だったかな、の、水星なので、情報もねいろいろこう入ってくると思うんですけれども、必ずちょっとこう引きで見て真実
はどうなのかっていうのを見極めるっていうのが大事ですね。いくら誰信用できる人がそう言っているからと言っても、自分の感度のセンサーとしてはそれはなんかんって疑うようなフィーリングがあったりとかしたら、まあ、やっぱり自分の感覚を信じてほしいし、そこでたった一つの意見だけを取り込むんではなくって、いろんなこう情報を、海外の情報とかもそうだし、メインメディアだけではない情報っていうのをあらゆるこう、角度から取り入れてみる、といいと思います。はい。で、今回の天頂 MC は魚座なんですけど、魚座のところにちょうど土星も重なっていて、これは魚座の土星っていうのは、これまでもお伝えしてきましたけど、やっぱりねこう目には見えないかもしれない、だから不安だけど何か大きな導きみたいなものに沿っていきましょうっていうメッセージをやっぱり、相変わらず、感じます。で、魚座のあの MC のところって、2度3度なんですけども、そこのメッセージっていうのを見た時に、なんかこう今自分の人生の中であるものプラス、これから自分の人生をどうクリエイトしていきたいかっていうところで、なんかこう自分がさ、オンラインショッピングでもそうだけど、カタログショッピングしてるみたいな感覚で、なんか必要なものを識別しながら選別していくみたいな、そういう作業もこの2週間いいじゃないかなっていう風に感じました。なんかこう気になっているものがあったら、実際するしないとかは関係なくって、一回取り寄せてみるとか、お試しをしてみるとか、カタログショッピングをしているような感覚で、いろんなこう情報をひとまず一旦自分の手元に取り寄せてみる、でその中で選別していく、なんかそういうチョイスの仕方を宇宙はこうおすすめしてきてますね。なんかただ一個これだけってこう決め込んでやるんではなくて、いろいろあれいいなこれいいなって、自分の内側にある直感とかインスピレーション、第六感的なものっていうのはとてもとてもすごく小さいか弱い声で聞こえてくるんですね。あ、いいなとか、あ、それがあったらいいかもしれないなとか、あ、なんかあれが気になるなとか、あれはどんな味がするんだろうなとか、食べてみたいなとか、本当に直感とか感覚っていうのは鍛えてないととてもとても小さいもう声で聞こえてくるんですね。なので、なんか気になったりしたものがあったら、深く考えずにとりあえずこう情報として一回手元に取り寄せてみる、いろいろね、でその中で選んでいくっていうもの、そういうやり方で今は動いてみるといいんじゃないかなって思います。で、8ハウス、ヤギ座なんですけど、そこに冥王星が来てるんですね。で、冥王星っていうのは今回の新月のそのサソリ座の支配性でもあるわけなので、まあそれが8ハウスってそもそもサソリ座の部屋だから、ホームグラウンドにいるので、とてもそのパワーが増してる、2倍にも増してるわけなんですね。ダブルシグネチャーみたいな感じなんですよ。なので、やっぱりその自分の直感とか兆しとか、そういう感みたいなのを大切にして、でいろんな情報を取り入れて、そして実際いろんな場所にも自分から出かけていって、でいろんな場所で刺激を受け取って感じて、いろんなこう取り寄せた情報からまた新しいその感覚を得てみたいな感じで、いろいろこう自分がこう本当に自分の核となるような、本質的に自分がやっぱりこれが好きだなっていうのを見つけていくためにも、そういう動き方をするといいっていう風な、ことを星は言っているっていう風に私は感じました。で、本当自分の足元の情報だけじゃなくって、
社会もそうだし、国際情勢もそうだし、幅広い情報っていうのをね、いろいろこう調べてみるといいんじゃないかなと思います。まあいろいろこうインスタとかフェイスブックとか、まあいろんな SNS とか情報ありますけど、まあ言論の統制とかされていて、やっぱ好きなことも言えないし、本当の情報っていうのが国民に届かない状態になってますよね今。唯一かろうじて、X、 元の Twitter ですが、まあかろうじてキリギで生き残ってるかなっていう感じではあるんですけどね。なかなか本当の情報っていうのは自分でその辺の人が聞いた言ったとかっていう情報じゃ本当の情報って得られないですよね。なんかその辺をねしっかりこうやっぱり、視野広げて外国のニュースとか、そういったものも取り入れていくといいと思います。で、11ハウスっていうところの大牛座に、天王星が来てるんですよね。でこの天王星っていうのは、まあ、突然の変化とか突発的な変化とかいろんなこうあらゆる変革を促すわけなんですけども、それがね牡牛座にいるわけなんですね。牡牛座っていうのはこう自分の肉体とか五感とか、まあ、そういうセンスを磨くところにあるので、自分のねやっぱ五感のセンサーを磨いておく、自分の体をケアするっていうのがやっぱり困った時とかいざという時に、どっちに行くか何をチョイスするかっていう時の直感力みたいなところで、自分のやっぱ五感が鈍っていると、選択できないわけですよね。なので、自分の五感のセンサーを磨くために、毎日のこうセルフケアとか何かこう自然の中に身を置く時間とかそういったものを取りながら自分の体をね、運動して鍛えるとかそういったことがやっぱり、必要ですよっていうのは、まあ、ずっと宇宙が言ってきてくれています。はい。で、5ハウスに今回のサソリ座、新月、太陽、月で一緒に火星も一緒になって団子になっているんですね。今日画面シェアしたいんですけど、なんの調子が悪いのか写真を共有するボタンがなんか消えちゃってて、まあ、共有できないので口伝えにはなってしまうんですが、はい。この火星っていうのはですね、サソリ座にとって、まあ、今の現代占星術では、まあ、サソリ座の支配星っていうのは冥王星になってますけど、古い昔の、支配星ってサソリ座の支配星は火星なんですね。なのでこの火星がその自分のサソリ座にいるっていうことで、これも、大さじ2杯じゃないけどこの火星の力が強くなっている。で火星の力っていうのは戦うっていう力ですからし、まあ、自分の強さを表す、ものでもあるし、行動とかね、そういうこう情熱とかを表すのが火星です。それがサソリ座にいるっていうのはどういうことかっていうと、やっぱね自分の内なる強さっていうのをねどんどん発揮していきましょうっていう感じですね。でその時大事なのはやっぱり自分の信念を優先すること、で自分に嘘のない生き方をしていくこと、そのためのに火星を使っていく。でなんかこう今までこれをずっと大事と思ってやってきたことがあるかもしれないけれども、やっぱやめたっていう感じでくるっと向きを180度変えて違う方向に進んでいってもいいよって、だからそういうようなエネルギーなんですよサソリ座って、最初に言ったみたいに変容のエネルギーなんでね、いきなりそのちょことだけ変化じゃなくて、もうガラッと大きく180度方向転換するようなやめ方をしたっていいよっていうぐらいの、なんかそこをねサポートするエネルギーが来ています。で自分じゃない生き方に執着もうしないでっていう感じ。で何かにねずっとこう戦ってきたみたいな、その一人一人自分が人生の中で何に戦って生きているかってみんな抱えてる悩みとか問題って違うと思うんですけど、もうねそれをね戦わないでいいよって
それ以上ね戦うと、そのここで火星の力を戦う方向に使ってしまうと、まだまだ苦しみが続いてしまうんですよね。だからもうちょっと本当降参じゃないけど、手を挙げて白旗を振るような感じで、自分に嘘のない生き方で方向転換、こうぐるっと180度変えて、でやっぱやめたでいいから、戦わない自分らしい生き方の方をチョイスしていく、そういう、選択をね、していてくださいっていうメッセージが込められています。でその自分の中のこう苛立ってしまう面とか、いろいろこう歯がゆい面とか、なんかこうそういう人に対する苛立ちもそうだけど、そういうこう本能的な衝動っていうのを、そういうところに私は反応して感じてしまう何かあるんだなって気づいて、でそれをね、なんかそこにこう油に火を注ぐじゃない、火に油を注ぐじゃないけども、もうそこにね執着しないで、もうそれ以上戦わないで、なんかそれを怒ってるんだっていう感じでバーンって表現するやり方がパターンになっているんだったら、もうそのやり方をやめて、それを今度は平和的な表現に変えて、愛とか想像力を発揮して、何かその自分らしい自己表現として形にしていく、そういう風な方向で自分のパッション、自分の行動力、自分の戦うっていうエネルギー、火星の力をアートとかね、芸術とか文化を楽しむとか作り出すとか、そういう風に使っていくといいよっていう感じです。でその、誰と戦っているか、自分自身と戦っているかもしれない、自分の職場で戦っているかもしれない、自分の生き方について悩んで葛藤して戦っているかもしれないし、本当に対相手に対して苛立ちを覚えて、むしゃくしゃして、なんで理解できないんだみたいなことですごく戦っている、いろんな戦いがあるかもしれないんですけど、それぞれのライフの中で、でもそこにエネルギーを注がないで、そこに注ぎたいかもしれないけど、そのエネルギーを今はとりあえずその芸術とか文化とか音楽とかアートとか、何か純粋にその自分が子どもの頃に楽しめていたことを探すとか思い出すような、そういう感覚で、クリエイティブなところに自分のこの火のエネルギーを使ってってもらいたいなって思います。で、今回の新月、サソリ座エリアで起こる新月で、これが5ハウスなんですよね。でそこと、破壊の冥王星と、そして変革を促す天王星と、そして自分の使命とかね、なんかそういったものを意味する MC 天頂っていうのが、すごくこうエネルギーが行き交っているタイミングが来ているんですよね。で、今自分のこう使命だと思っていることで、自分の使命だと思ってこれまでやってきたこととか、なんかそれが義務になってないかなって、そこを一旦ちょっと内観してほしい。で義務になってるんだったら、それ一旦手放そうっていう感じかな。でもうこれからは義務で生きるんじゃなくって、自分がやりたいことを、本当に自分が生きたかった生き方を、やりたかったことを、それを自分にさせてあげる、許してあげる、それをすることを許してあげる、それが今すぐできなかったとしても、それをしてもいいんだよっていう許しを自分に与えるっていうことがすごく大事になります。使命って、時には義務みたいなこととかをすごく似ているので、勘違いして苦しくなってしまう人も多いと思うんですよね。例えば社会的な縛りもそうだし、その自分の会社の中でのなんか風潮もそうだし、自分の両親、先祖の束縛みたいなものもそうだし、一族の縛りとか、親戚一同のね縛りとか、
まあ、家の縛りとかいろいろな縛りがあると思うんですけど、なんかそれがねもし義務に感じているんであれば、それを一旦手放しましょうと。そして自分のやりたいことっていうのを、クリエイティブな時間を作ることで見つけていきましょうって。でそうなった時にピンとくるもの、自分の感を大切にしながら、なんかこう兆しを大切にしながら、でその情報の取り方は自分の足元だけじゃなくって、いろいろこう視野を広げて、いろんなあらゆるジャンルの方向から360度見渡すような感じで、そして情報を自分の元にカタログ、ショッピングのように取り寄せて、そしていろんな場所に自分も実際出かけていってみたいな、うん、でその取り寄せた情報の中で、あこれはいるな、いらないな、でもこれはちょっとわからないからいるかもしれないなっていうふうに振り分けてみるっていうような、あ行動の仕方をこの2週間してみてください、うん、そういう感じでこう、2週間、の時間をこうクリエイティブな感じで使っていくこと、その結果が自分のこれからの人生を大きく変容していく、うん、足がかりになると思います。はい。今日はじゃあこんな感じでおしまいです。では、明日からの新月2週間、うん、今日聞いたことをちょっと、なんかね、いっぱいいろいろ話したので、いつもね、いろいろな話しちゃうんですけど、全部はね覚えられないかもしれないけど、何かあなたが聞いている中であなたの感性に引っかかったものを一つお土産として、それを自分の心に気を止めて、うん、過ごしてみてください、うん、はい、では素敵な新月をお過ごしください。寒くなってきたんでね、本当暖かくして過ごしてみてくださいね。で、あ、これはね、この間投稿でもあげたんですけど、女性は体の中心、子宮っていうところが冷えてしまうと、いろんなことが停滞していくんですよね。もちろん肉体的にも停滞して冷え性になって、で PMS も起こるし、精神的にこう鬱にもなるし、自分のね気持ちとか、自分は本当はこう思ってるのにっていうことが分からなくなっていくんですよね。冷えるっていうことは、その振動数がうわーって震えている状態から、ほら人ってね、この肉体から命がほどけると体硬くなっていくじゃないですか。バイブレーションが低くなってって、なんだろう、心電図とかピーって止まる状態と一緒ですよね、うん、そして体が冷たくなって固まっていく、うん、そういう状態になっていくと周波数低いですから良くないの分かりますか、うん、だからやっぱり温めて振動数を上げておく、うん、でできるならこう体を動かしたりとかしていくこと。でも最初はね、冷え切ってたらそれすらできないと思うから、まずお腹を温めたり、仙骨のところを温めたりとか、お股回路して、子宮をね温めたりとか、全方位からですね三方向から温めるようなことを毎日やってもらいたいなというふうに思います。そしたらね、こう子宮とかその自分の中心が温まってくるので、巡りが良くなってきます。で巡りが良くなってくると、滞ってたところに気が通い出すんですね、うん、そうするといろんなものがデトックスされて老廃物が流れていくから、まあいろんな、浄化現象が起きてきます、うん、なので、本当にね寒くなってきて冬至を迎えたので、うん、自分のこう体をね温めるっていうことをしておくと、冬がね過ごしやすいですよ、うん、はい、そういうことで、はい、今日も聞いてくれてありがとうございました。じゃあまた会いましょう。バイバイ。